ゾーン3。ああ、ここがゾーン1な。獅子座のカードで入れるのね。すげえ怖かった、今んとこ。今んとこが一番怖えや。ということでやっていきましょう。ゾーン1、獅子座のカードを使って入ってきました。セーブしようね。いや、怖え。ゾーン1へ移動するのに一番線はとても便利なんです。だってよ。目的地を選んでください。ダミアン乗らない。ダミアンしかないのか。ゾーン1。だって話しかけてくる。2番線が運行をやめてからもうだいぶ経つんです。なんかさっきいたとこがエルセンってとこらしいね。なんだこの気持ち悪いピンク色の海というか波というか。あの訪問者の方ですか。あ、煙鉱山へようこそ。あー、どちら様ですか。違う、俺はバッタだ。汚れた魂を滅ぼすために来た。バッタ、汚れた魂ですか。するとあなたはあの預言者か何かですか。それとも何か宗教関係の方。あ、そんなところだ。誰の指示でここへ。誰からの指示もされてね。俺はアフンディに導かれている。俺が教祖みたいになってるな。何にせよよかったです。僕らの要求が受理されたってことですよね。じゃああなたの仕事について説明し、あ、こいつは味方なんですね。なんか結構物分かり、話ができる人がいて、なんか助かってます。なんだろう、このあの、ここはゾーン1の南側、ダミアンの煙鉱山です。ちょっと早くしかな、俺。僕らは行動を通して、鉱山の奥へ作業員を送り、地下深くからメタルを採掘して中に閉じ込められた煙を出しています。なんだろう、この歴史の教科書の産業革命あたりのとこに出てきそうな絵は。あ、じゃあ全然読んでなかった、今やっちゃった。なんかクイーンとか書いてあった気がする。瓶詰めしなかった煙は外へ流れて僕らが吸ったり吐いたりする空気になります。そのおかげで僕は生きたりできるんです。なんか空気を生成してんのかな。8つのエレメントのうち最初の1つ、とても重要なエレメントです。なんだろう、だって煙がなければ僕ら呼吸することができないでしょうから。こんなところです。それからあとは何でしたっけ。怪我捨てたものはどこだ。はい、浄化するために来てます。亡霊たちは、汚れたものは亡霊って呼ばれてるんですね。鉱山の中にうじゃうじゃいて、みんな日に日に凶暴になっているんです。でもその本当はあなたを鉱山に入れない方がいいのかも。だって規則では外部の人を鉱山に近づけるのは禁じられているんです。それでその仕事についてですけれど、そっちはメインとは別の行動なんです。普段は誰も入らないんです。でもしばらく前に一人中へ入った候補がいまして、彼が言うには行動の中で変なものを見たって。今までに見たこともないものだったそうです。それでちょっと思ったんですけど、もしかするとそれって亡霊の親玉なんじゃないかと思うんです。どういうことだってばよ。親玉をぶっ飛ばしてこいってことだな。じゃあ始めましょう。それで他に何か質問はない。この主人公が喋るのいいですね。このバッターって、これもしかして野球のユニフォーム着てない。そんなことない。あ、この先がね、この先があれですね、僕の仕事場ですね。と探索してきていい。いや、こんにちは、フンディだよ。アルマの管理主任になるんです。あ、昇進する日が待ちきれない。待って、俺は見逃してない。こうのチケット何に使うんだろうか。こっちはいけないのね。お、ジャッジがいる。おやおや、誰かと思えばアフンディ、それに彼の風変わりな愛する人形たるバッター君ではないか。お、なんだこの野郎。お前は亡霊たちのリーダーなのか。ああ、違う違う。とてもとんでもない。なんかどっかで会えるよみたいなこと言ってたけど、意外と再会は近かったですね。
通りかかっただけ。ほの暗く金属に囲まれたこの場所から抜き取られる一筋の煙と似たようなもの。こいつ言い回しがうぜんだよな、なんかな。ちょっと海外の外国人に優しくないって方ですよ。実を言うとその霊的な存在のおかげで途方に暮れているのだ。君が探しているのはこのそこのアドオン球と呼ばれる奇妙な物体のことではないかね。どういうことだ。しかし私が考えるにプレイヤー世界の法則に従っていない君、つまり私アフンディのことですね。霊的存在を仲間に加えることが成功できる。どういうことだってこれ。アドオンアルファが仲間になった。丸だけど、ただの丸だけど、で亡霊の親玉ここにはいないんだな。否定的な返答、つまりいるということ。ここはアドオンを除いて私は一つの霊魂とさえすれ違っていない。おい、いなかったぞ。いや、やつはいなかった。ああ、え、本当にそんな畜生クソ。それじゃあこいつなんか隠してないか。この規則の第5節に従えはこれは非常に特殊なケースなんじゃないかと思うんです。だからいいでしょう。はい、あ、いけるようになった。もしかするとジャッジがもう亡霊の親玉って言ってたやつ倒してってくれたんじゃないかな。そういえば誰があなたをここに入れたんです。あ、なんか敵出そう。セーブ書きましょう。堕落した子らよ、姿を見せろ。俺は許しの代弁者。お前たちの痛ましい姿を滅ぼしに来た。うわ、めっちゃ来た、めっちゃ来た。それはダメじゃねえ。てんてんてん、裁きを受ける覚悟はいいか。お、なんだこの BGM は。ジョンゴジャンゴジャンゴジャンゴジョンガンジャンゴンジョンゴジャ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 ン。あ、これさ、時間で CP 回復してる。では行きましょう。バッターのアビリティでワイドアングルから、ありふれた亡霊、不思議な霊体が具現化したもの。なんかダメージ食らったんだけど。おお、強っ。アルファ丸なのに強い。これ舐めてた。でもアルファ死にそう。ちょっと待ってよ。アルファ死んじゃう。ごめん。アビリティ何も覚えてない。ゼロで戻れる。なんか BGM でかいね。後で調整しておきます。やばい、アルファ死ぬ。防御、お、耐えた。防御しといてよかったですね。ごめん。めっちゃいい BGM だった。敵を浄化した。400の経験値を得た。80クレジットを手に入れた。幸運のチケットを手に入れた。幸運のチケットめっちゃもらった。あー、このアドオンは俺の味方なのか。使えるな。よし、レベル上がんなかったね。
めっちゃ低音聞いてる。ドゥーン、ドゥーン。ごめん、気持ちよくなっちゃった。ベリアルの肉を、生首が来た。怖いよ。レベルそんな上がらないんだね。あ、アルファでレベル上がった。なんか取得したアビリティですかね。結構エンカウント率高いな。オートにしてみるか。変わんないのやることはね。おお、なんかすごいの使ったよ。これで浄化しながら進めていくんですね。はしごがある、行ってみよう。これは地上。ええ、あなた煙鉱山から来たんですか。そうだ。でもあそこは亡霊たちでいっぱいのはずなのに。ああ、あなた、まさか亡霊？違う。じゃあ誰なんです？クイーンが派遣した方ですか？それともデーダンさんが？デーダン？でも、どっちにしろあなたは亡霊との戦い方をご存知なんですよね？あなた連中をやっつけられるんですか？ああ、わあ、それは素晴らしい。僕らのあの、大畜舎にも亡霊がいっぱいいるんです。畜舎？ああ、はい。みんななんか同じような喋り方するね、ここの人は。ここはゾーン1の左側、ベンテルのメタル農場です。なるほど。やっぱりこの歴史の教科書みたいな。牛とかもいるんだね。品質が低いメタルは全て処分されて僕らが歩いてる地面になります。なるほどね。生成されたメタルの一部は木箱に詰めて保管ゾーンに送られ、向こうでも道具や地面になっているはずです。はい。なんでこの牛の絵を見せられてんだ。4つのエレメンタルのうちもとても重要なエレメンタルです。ああ、なんかさっきもエレメンタルって出てきたな、忘れちゃったけど。だってもしメタルがなかったら僕らが歩ける場所はありません。きっとみんな沈んで溺れて死んでしまいます。メタルがとても重要な、なんかあれですね。あそこでさっき言った亡霊たちはあの大きな畜舎にいます。先に鉱山を浄化しなければ。畜舎を先にやれって言われちゃった。いいのかなこれ、寄り道して。このくぼみ気になる。魚が跳ねただけ。いいね。